バートスターはアラバマ州モンゴメリー出身のアメリカンフットボール選手、指導者。1977年、プロフットボール殿堂入り、背番号15はグリーンベイパッカーズの永久欠番。父親は軍人であった。当初アメリカ陸軍に所属していた父親は太平洋戦争が始まった後、 アメリカ空軍に所属が変わり、軍曹にまでなった。仲の良かった弟を1947年に、破傷風で亡くした。地元の高校に進学した、彼はアメリカンフットボールを始めたが、2週間後に辞めようとした。父親はアメリカフットボールをするか家庭菜園で働くか、彼に選択を迫り、彼はアメリカンフットボールを選んだ。 高校2年時に先発 QB が足を骨折したため、先発 QB となった。この年彼の率いたチームは、無敗の成績を残した。3年時には、州のオールチーム及びオールアメリカンに選ばれ、全米の多くの大学から奨学金のオファーを受けた。ケンタッキー大学、オーバーアン大学への入学も検討した末、彼はアラバマ大学に入学した。クォーターバックとして2年生から、 請求 B となったが、その後故障、4年時にはレギュラーを奪われた。大学卒業時の1956年、NFL ドラフト17巡目全体200位と低い、評価で、グリーンベイパッカーズに入団した。入団してから数年は、実績もキャリアもなかったが、彼に転機が訪れたのは、名称ビンス・ロンバルディが、パッカーズのヘッドコーチに就任した1959年、以降である。 1960年から1967年までの8年間で62勝24敗4分、地区優勝6回、NFL チャンピオン5回、新興の AFL 王座と NFL 王座が対戦した第1回、第2回スーパーボールを制し、2年連続スーパーボール、MVP となった。またプロボールに4回、オールプロに2回選出された。1961年、 パス成功率58.3%、2418ヤードを投げて 16td、16int でプロボールに選ばれた。この年のニューヨークジャイアンツとの NFL チャンピオンシップゲームでは 3td パスを投げてチームは37から0で勝利した。1962年、パス成功率62.5%、2438ヤードを投げて 12td、 旧 i n t でプロボールに選ばれた。1963年10月のセントルイスカージナルス戦で負傷し、11月24日のサンフランシスコフォーティナイナーズ戦で復帰した。1964年パス成功率 59.9%2144 ヤードを投げて 25TD4INT の成績を挙げた。1965年 パス成功率55.8%、2055ヤードを投げて1 6 t d 旧 i n t の成績を上げた。1966年の NFL チャンピオンシップゲームでは、ダラスカウボーイズを34から27で破り、AFL 優勝のカンザスシティチーフスとの第1回スーパーボールでパス23回中16回成功。 マックス・マギーへの 2TD を決めて35から10で、勝利、MVP に選ばれた。1967年、前年わずか 3INT しか許さなかった。彼は、開幕戦のデトロイト・ライオンズ戦、第2週のシカゴ・ベアーズ戦で、合計 9INT を起死した。第3週のアトランタ・ファルコンズでは肩を負傷し、退場した。 アイスボールと呼ばれた極寒の乱暴フィールドで行われた1967年 NFL チャンピオンシップゲームでは、ダラスカウボーイズの強力な守備陣から 2TD パスを決めて14から0とリードした。その後カウボーイズに14から17と逆転され、残り4分50秒、自陣32ヤードから攻撃を開始した。彼のパスなどで敵陣3ヤードまで前進した後、 RB ドニー・アンダーソンにボールを渡したが2ヤードしか前進できず、残り時間16秒、第3ダウン敵陣1ヤードからのプレイで、センターのケン・ボーマン、ガードのゼリー・クレーマーの完璧なブロックにより、9B スニークで決勝 TD を上げた。オークランドレーダーストの第2回スーパーボールでもパス24回中13回成功、202ヤード、1TD で3から14と、勝利。 二年連続で MVP に選ばれた。この試合で、ビンスロンバルディヘッドコーチが優待した。スーパーボール MVP に二度以上選ばれているのは、彼の他に、テリー・ブラッド賞、ジョー・モンタナ、トム・ブレーディ、イーライ・マニングしか達成していない。1971年、スコット・ハンターに先発の座を奪われ、12月19日のマイアミドルフィンズ戦が現役最後の試合となった。 この年チームは1958年以来最低の4勝8敗2分に終わった。翌1972年7月1日、現役引退を表明した。プレーオフでは9勝1敗の成績を残し、5回 NFL チャンピオンにチームを導いた。現在までのところチームを5回チャンピオンに導いた。QB はバートスターとトム・ブレーディの2人のみである。現役時代、 全試合に先発出場したのは1961年、1962年、1964年、1965年のみであった。また300回以上パスを投げたシーズンはなく、バランスの取れた攻撃をコントロールした。1試合あたりのパスし投げはおよそ20回、パスオフェンス前世紀であるトム・ブレーディ、ベートン・マニングだけでなく、サミー・ボウよりも、はるかに少ない。 このため過小評価されることが多いが、QB レーティングは、サミー・ボー、シドラックマン、ジョニー・ユナイタス、ワイエティトルより高い。現役引退後の1972年から、ダン・ディヴァインヘッドコーチの下で、アシスタントコーチに就任した。ディヴァインヘッドコーチが1974年シーズン、終了後、チームを退団してノートルダム大学ヘッドコーチに就任した後、 1975年から1983年まで旧シーズングリーンベイパッカーズのヘッドコーチを務めて52勝76敗3分の成績を残した。ヘッドコーチとしてプレーオフに出場したのはストライキでシーズンが短縮となった1982年のみである。1977年プロフットボール殿堂入りを果たした。 2011年の NFL 開幕戦、前年のスーパーボールチャンピオン、グリーンベイパッカーズとニューオーリンズセインツの試合前に行われる特別イベントにチームフラッグを持って登場した。フィールド外で顕著な功績を挙げた選手に贈られるバートスター賞が設けられており、2011年1月20日にはハリケーンカトリーナによる被害を受けたニューオーリンズの復興や、 医療施設への寄付などを行っているドリューブリーズが選ばれた。ありがとうございます。